ずは餌の調達、ダウンショットみたいに組んでください。匂いが強いものがおすすめです。キャストして糸を吹け巻いて置くだけで、あとは待つ。ちょっとするとまあこんな感じでね、いい当たりが来るんですよ。おすすめポイントは北とね、日立とねの水門。あ、これ僕ベイト君です。フィッキングしちゃったんですけど、はい、抜ける。でこれメンバーのヨッシーが鬼フッキングを決めると。え、結構ねアメリカナマズはね簡単に釣れて引きも楽しめるんでね、霞水系遊びに来てバス全然釣れねえよっていう方にはおすすめの遊び方です。ぜひやってみてください。エンジョイフィッシングライフ。